年は全国大会の予選である東日本大会の一次ビデオ審査を通過し出場することが決定しました。この大会は9月15日に埼玉県鴻巣市で行われます。全国大会に出場できるよう頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは演奏に移りたいと思います。まずはじめにお送りいたします曲は風の旅人です。この曲は旅に出た人が風に当たり故郷を思い出している様子を表しています。寂しくなった時や辛くなった時は故郷や家族のことを思い出し頑張ろうという気持ちが込められ作曲されました。笛の音色は家族への思いを表しています。想像しながらお聴きください。Thank you.